よいしょ。やっほー、元気みんな。お元気ですか。かわいい浴衣。浴衣かわいいよね。あ、え、乗せてなかったっけ。ごめん、え、乗せてないよね、私浴衣。ごめんなさい。乗せたつもりでいました。いつもね、可愛い格好したら乗せるようにしてるんですよ、いち早く。すいません、ごめんなさい。ツイッターつぶやこうかな。こんばんは。ピンク似合ってる？浴衣なの。かわいい。かわいいですか？なんかでもこれ跳ねてる。やめとくれ。ポニーテールだよ。ちょっと待って、今あれする、ビメアート検索する。私今日漏れてるよね。うん、うまっ。これ誰が描いたんだろう。めっちゃうまい。この絵使おう。浴衣めっちゃ似合う。本当？嬉しい。今日はちょっとロケに来ていまして、こんな感じなんですけど、止まる？大丈夫？回線オア？ラグい？その他問題なく見れてる？大丈夫、よかった。ゆきお疲れ様です。ありがとう。すっごいさ、今日朝めっちゃ早くて、すっごい眠いんだけど、でもみんなにショールームさ、昨日できなかったのね、疲れて。もうほんと疲れた。あげの、なんだろう、なんか知らないけどめっちゃ疲れて。でもさ、こういうさ服着てるとさ、私さ全然関係ない話して、今の脈略から全然関係ない話するんだけどさ、このこういうさ、おしとやかにしなきゃいけない服をさ着てるとさ、踊りたくなるんだよね。なんかインスタの DM にね、 TikTok に載せてたルセラフィムの
フィアレス踊ってるやつ、リカちゃん本人ですかみたいな。いや、どう考えて本人やん。どう考えたって本人やん。顔見えてなかったからね。寝起きでさ、すっぴんでさ、踊ってたわけよ。もうこんなになりながら劇場に着いて、で劇場でちょっと寝てたの、20分ぐらいかな、爆睡してて、でメイク前にちょっと踊りたいと思っちゃって踊ったら、本人じゃないみたいに言われてたんで、本人です。落ちるくな、落ち落ちるくな、落ちるくな、落ち落ちるくな、落ちるくな、フィオレス派、私ダンス下手なんだけどさ、こういう踊りみたいな、そのジャンル多分なんかガールズポップみたいな、なんだろう、ちょっと女の子らしい要素の入ったヒップホップ系のダンスめっちゃ好きで、ガールズとかジャズ、ジャズっぽいしなやか、なんかしなやかバレエ系とはまた違うんだけど、なんだろうな、女の子っぽい動きをするのがすごい得意で、それそういうのを見ると、そういう振り付けのを見るとやりたいってなっちゃう。なんか、うん、ルーさんの振り付けとかめっちゃ好きなんです。ルーさんわかりますか、あのだらしない愛し方とか、あとギリギリの振り付けしてる人、あとあれもか、あれルーさんのはあれなんだっけ、筐体であるよね、 AKB のなんかの曲なんだっけ、ルーさんの振り付け、ノーエーマン、ノーエーマンだ、ああいうダンスめっちゃ好きで、だらしない仕方とかもさ、すごい可愛いじゃん。そう、表面張力とかだらしない仕方とかのああいう動き、なんかでもちょっとアイソレーション多めみたいな感じかな。私自身はダンスそんなに上手じゃないし、踊っててもなんかあんまり迫力が出る方じゃないんですけど、でも自分の中ではあの一緒に踊る子たちよりも大きく踊ろうとか、メリハリつけて踊ろうとは思ってる。ピミちゃんを踊る時の体の曲線が綺麗、あ、ありがとう。今日のリカちゃんは演技みたいな、本当？今日ね、でもメイクうまくいったからたくさん写真載せたし、 TikTok もたくさん撮ったんです、見てください。こんばんは、投稿したよ、たくさん。青春時計の振り付け、青春時計、これ簡単だもんね。まあ曲調とかにもよるんだろうけど、どうだろう、私はねあれが好きだよ、あれ、僕の涙は流れないとか、公演、今やってる公演の中の曲で言ったらブルーローズとか、
ストリッパーとか。でも私結構あのおつぼねでやってるやつなんか可愛いセクシーみたいな曲多いじゃないですか。ああいうの大好きです。よく見てあれいいでしょ。なんか昨日さ質問コーナーやったらさなんか元彼に未練タラタラですとかあのなんか彼氏に浮気されましたみたいな悩み相談みたいなたくさん来てたんですけど、私カマチョビームってやったのね。それ違うじゃん私がカマチョしてるのにみんながお悩み相談してきてて、でもそんなみんなに送りたいと思ったあれバーカバーカあんたと別れてよかったわマジであんたのおかげで次へ行くわバイバイってやつ、ああいう気持ちでいてほしい。本当に男の人なんて振り回してなんぼです。私を見てたらわかるでしょ私とファンの関係を見てたらわかると思うんです。男なんてわがまま言って振り回したもん勝ちなんです。そういうちょっとめんどくさい子の方が仕方ないなって、何でもやってあげたくなるんだから。だからもうなんか悲観的にならない、ポジティブ、自分のこと大事にしてくれないやつなんてこっちから願い下げたぐらいのテンション、これが大事もう食い下がらない。男に対してもっと自分を大事にしてくれる人を大事にした方がいい。だって追いかけたい生き物なんだから、男性なんて狩りをする生き物なんですよ、本能的に。それなのにこちら側が一方的に病んでなんか連絡くれないんですとか、遠距離の彼氏に好きって言ってもスタンプで雑に返されます、知らん知らん、もうそんなやつ絶対他にその遠距離の地に彼女いるんだからもう捨てなさい。そんな人は遠距離でさらに大事にしてくれないなんてもう女いる確定だよ。その類の話で浮気してなかったことで一回もないもん、私友達の話とか聞いててもやっぱり浮気されてましたみたいな言われて、それで私のところに泣きついてきて私知らないんだけどみたいなでも本当にそうなの。だから自分のことを大事にしてくれる人って絶対いるの。もう今はその人しかいないって思ってるかもしれないけど、もう男なんて他にたくさんいるそんな中であなたがこの人じゃないといけないって思い込んでるだけなの。本当にそう。どんなにわがまま言ってもまあ〇〇ちゃんの言うことなら仕方ないかって聞いてくれる人がやっぱりなんかね、ほんと幸せになれる鍵だと思う。おっしゃる通り。うんでしょ。で、みつるさんあれ言っていいの？なんか嬉しかったんだけど、言っていい？ダメ？まだ言わない方がいい？言いたい言いたいまだ内緒にしてる？つぶやいてなかった気がするな。お？そういう人にどうしたら出会えるんですか。でもこれはまだ OK 言っていい時言ってねなんか
でもね、嬉しかったんです、本当に本当に。なんか、思うんです、ファンの皆さんにも思うんですけど、本当なんか推しメンに対してこう強固な愛を持ってる人って絶対にもう他見る余地もないし、なんか なんていうの、もうその人のことでいっぱいいっぱいだから、うん、なんだろう、もうね、よそ見するっていう概念がまずないんだよね。付け入る隙がないというか、だからだからそう全力投球してるし、そこにやっぱりその人のことが好きで応援してるから、あのね、私気づいてることがある。 DD と大切にされるファンの違い、これ、まあ、DD の時点で大切にはされないんだけど、推しメンからは、推しメンに大切にされるファンと雑に扱われるファンの違い、これ私気づいたんです。その心はアイドルを好きか、その人そのものを好きか、ここで分かります。アイドルが好きな人ってどこまで行ってもアイドルが好きなんですよ。歌って踊って自分のこと構ってくれる優しいメンバーが好きなんです。だからそんなのね、ちょろいに決まってるじゃん。で他も行くし、アイドルを応援してる自分が好きっていうか、そういう人たちって結構なんかそういうところあるから、アイドルが多分好きな人たちで、あの本当にその人を好きなファンっていうのはもう顔とかちょっとブスな顔して寝てても可愛いなって思っちゃう。そのなんかなんだろう、恋とかじゃなくて愛、わかる？って考えて見た時に、あ、この人は DD だけどアイドルのことが好きなんだろうなって、自分のこと構ってくれるアイドルが誰でもいいんだろうなって思ってる。だけど私が大切にしてるファンの皆さんっていうのはもう中井梨花ちゃんじゃないと刺激が足りないし面白くないし応援してて楽しくないって、こういう風に思ってくれてる人だから、ちょっと私がブサイクな顔しててもあ、なんか今日漏れてないなって思われてもやっぱ、ね、もう言ってること面白いしいいかって、こう配信も最後まで見てくれる、そういうようなことなんです。多分ガチ恋じゃない、ガチ恋はまた違うんですよ、これ難しいんですけど、ガチ恋っていうのは恋なんです。やっぱどこまで行っても俺のものにしたいとか支配欲ですよね。そうじゃない、もう推しに幸せに生きててほしい。だからどっちかっていうと恋人っていうより家族への愛みたいなものに近いかな。なんかもうほんと子供を見守るみたいな感じだったり、あとはその妹みたいとか、そういう風なことだよね。だ 無償で愛をこうあげられるんです、愛の場合は。恋はやっぱり見返りを求めるから、なんだろう、俺がこんなに応援してやってるのにっていう気持ちになりやすいのがガチ恋ですね。そういう人ってまあここしか見えないとはなってるんだけど、やっぱりなんかその一個に集中してるだけで、じゃあ他に好きな人ができたらこっちに集中してこっち一切来ないみたいな、そういう人になるから、その DD とはまた違うんだけど、まあ難しいよねっていう。であとはもう DD っていう、もう構ってくれれば誰でも好きみたいな、そういうタイプありますよね。ガチ恋は自分の気持ちを優先した、そう
本当にそう、自分本位、あくまで自分が応援してるアイドル、自分が好きなアイドルって感じ。ただ普通にもう好きで応援してくれる本当のファンの人っていうのは、なんか自分が好きだから応援してるっていうよりかは、まるまるちゃんが頑張ってるから応援しなきゃってなって、もうおのずとなるというかそういうことなんだよね。でも私はその校舎の本当に何だろう、中身、顔とか、うん、パフォーマンスっていうよりかは本当中身とか考え方とかを好きになってくれて、まあ、リガがちょっとしんどいことあってわーってなってる時も助けなきゃってこう無意識で動いてくれる人が多いというか、うん、やっぱそこが私は誇りなんですけど。でも本当にそういう感じだから、何の話してた、だから自分のこと大事にしてくれる人を大事にしたらいいと思う。もうね、本当ね、恋なんてどこまで行っても恋だから。あ、やばい、深い、今の深いです。富山湾ぐらい深い。マリアナ海溝。知ってる深いもの全部言う。あの、海洋深層水。恋なんてどこまで行っても恋。やっぱり自分に見返りを求めるし、愛してるんだから愛してっていうのが恋。じゃなくてどうしようもなく俺は好きなんだよ、守りたいって思うのが愛。違いますか、これ合ってますよね。私は愛を探し求めてる。それです、まさに。もうちょっとなんかうんっていうこと言われても、ちょっとなんかちょっとよそっとのことじゃもう離れられなくなって、嫌いになれない、苦しいっていうのが愛なんです。でもガチ恋っていうのはなんか、あ、俺以外の人にもレスするんだ、ふん、じゃあ俺はもういい、俺いなくてもいいよねみたいなのがガチ恋。言ってることわかる？すっごいわかる。愛はしてあげたいって思う。そう、なんか別にしてあげたいとかもそういうなんか恩着せがましいとかじゃなくて、もう気づいたらしてるみたいな。あ、俺気づいたらコメントしてたしょるみたいな。それが愛なのよ。でもね、愛は恋に変わるんですよ。これも深いんですけど、これもマリアナ海溝なんですけど、なんかこう時々ふと我に返った時に、なんかなんだろう、やっぱり人間はどこまで行っても欲深い生き物で、自分のこと可愛いですから、なんかこんなに俺この子のために頑張ってるのに、なんかどうしたらいいんだろうこれからってこう考えちゃう時がある。それが恋に変わる瞬間なんですよね、やっぱり。あ、なんかこれ以上はできないなって思ってしまった瞬間というか、意味わかりますか。なんか義務に変わったっていうか、もう無償の愛が義務に変わっ、やらなきゃ
って思っちゃうっていうか、それが恋に変わる瞬間。でも恋は恋にしかならない。もう恋はどこまで行っても恋、まあ、愛にはならない。その人はそういう考え方だからもう無理なんです。そういう人が浮気します。これ大事。わかります。経験がないんでやっぱですけど。いやいや、そんなことないよ。推しメンでもさ、やっぱりさ、なんか可愛いなって見てるだけでいい推しメンと、なんか例えば生誕頑張らなきゃとか、この子のためにこれしてあげたい、この子の喜ぶ顔が見たいってこう素直に思える子がといない。可愛いなって歌って踊ってるところ見てるだけでいいなっていう人と、やっぱそこだよね。なんか今日いつもと違う。何が違う？浴衣は着てるよ、ちなみに。ちなむと期間ポニーテールしてる。ここでもさ、お団子もいいよね。とでもお団子って男性の嫌いな髪型第1位らしいですよ。やばくないですか。うん、らしい。私はその子が好きすぎる、自分が危ないと思って離れて。でもそれはもうこの子のためを考えたら自分がいるべきじゃないって思うのはやっぱりちょっと自分本位な気がしてしまいますよね。だってその子はもしかしたらその人が離れてしまったら悲しいって思うかもしれないし、推しメンの気持ちを最優先に考えてない気がしてしまう。やっぱちょっと自分本位というか、それはまだ恋だったんじゃないですか。でもなんか恋か愛か見分ける方法みたいなのあるんです。これはその人がよだれ垂らして寝てるところを見ても可愛いと思えるかどうか、これ愛か恋に変わります。だって自分の例えば娘とか息子がよだれ垂らして寝てても可愛いなとしか思わないでしょ。それ普通に可愛くね。だからそう思えたらもういい。でもなんかみんながそう、私がさ、よだれ垂らして寝てるところ見たことないでしょ。それ見ても可愛いなって思えるかどうかは分かんないじゃないですか。疲れてるんだなってこう愛おしく思う気持ちが愛ですよ。可愛いと思いそう。すっごい白目向いてても可愛いと思える。もう口も鼻も目も、鼻はもともと開いてる。口も目も全部半開きなんだよ。それでも可愛いと思える。思えるけど笑っちゃう。疲れてるんだなって。白目綺麗だなって思って白目フェチうわーどうしようこれ。白目フェチとか言うと私一生ピスタチオみたいな顔してなきゃいけないってことで、なんの
何かってやらなきゃいけないじゃないでしょ。むずい。しんどすぎる。ピスタチオでも解散しちゃって寂しい。知ってる？解散しちゃったんだよピスタチオ。なんの、そう解散したの。リガちゃんはリガちゃんでいいです。はい、ありがとうございます。でもさ、すっごいさ、でも思った、なんか私がすっごいしんどい時、心も体もボロボロみたいな時に、じゃあまず誰に最初頼るかなって思ったら、やっぱファンのみんなだから、もしもね、私が、私のまあこう見当違いでこの人は私のこと大好きだなって思ってても、浮気する人っているわけじゃないですか、ユーナタスとかプリンとか、そういうことでやっぱ人間って信じられなくなっていくじゃないですか、信じてたのにってなるわけじゃないですか。だからこの見当違いっていうこともあるからさ、なんか私が例えばもう本当に無理、今日も本当に頑張れない、助けてって頼った先の人が、そういう仮面をかぶった、あの、僕はあなた愛してるよって仮面をかぶったただのやばい DD だったら、本当に私心が壊れてしまう。もうこれ以上人を信じられなくなりたくないんです。でも本当、誰がだってさ、誰がどう思ってるかなんてさ、私もさ顔見せてるし、多分喋ってる温度感も伝わるように喋ってるから伝わると思うの。リカちゃん今悲しいんだな、辛いんだなとか、リカちゃん今楽しそうだなとかって伝わるでしょ大体。だけどさ、みんなはコメントでさやってるわけじゃん、もう分かんないわけよ、お話し会でも繋いでもらわない限り。しかもお話し会とかって、私たちがこの人と話したいって言ってやるわけじゃなくて、その人がリカと話したいって思ってもらえた時に初めてお話できるわけじゃないですか。だからもうほんとこれ散々口を酸っぱく死ぬほど言ってきてるんですけど、アイドルって待ってることしかできないんですよ。どんなにその人に会いたくても、どんなにその人のことがまあ信頼してても、もう待ってることしかできないの、もうこっちとしてはね。だから私コメントだったら文面だけだから、この人本当にどういう人って分かんないじゃん。だから実際会ったことない人とかにマイナンバーカードの提示を求めたりとか気になるんですよ、やっぱり。なんかどういう人なんだろう、この人はすごい最近ショールーム見てくれてるけど、どういう人なんだろうって思ったりとか気になるわけだからだからなんか仮面をかぶってる人は今のうちに言ってください。もう私はユーナタスとかプリンの時みたいに傷つきたくない。それでまた私人間不信になってさ、もう立ち直れなくなるかもしれない。これ以上人間のこと信じられなくなってしまったら、もう
例えば大きい病気とかした時にさ、手術しますかって言われたら絶対しないっていうもん、理解、人間信じられないので絶対に無理ですって。嘘偽り言い訳隠し事ない、隠し事あるじゃん、リカに、あれ誰って言っても教えてくれない、気になる誰気になる、本当何も知らない、信頼関係あってこそみたいな、うん、なんかやっぱりファンのみんなはさ、何がきっかけでリカのこと好きになってくれたかわかんないけど、私の場合やっぱ圧倒的ショールームが多いと思うんです、すごい頻度で、まあ、去年ぐらいから、去年だよね、去年の去年、一昨年年末ぐらいかから始めて、なんか頻繁にやるようにはしてるんですけど、なんか結構コミュニケーションツールとしてショールームってファンのみんなとね、なんかファンのみんなのことを覚えられ、前より覚えられるようになったし、なんか知れるし、私はすごい楽しいんですけど、推し歴3週間目です、もう結構最近ですね、でも嬉しいですよ、私初めて好きになってくれた理由がわからないですけど、なんか私としてはもう特にさ、7年もやってるとさ、こうなんだろう、ガツガツいかないわけ、新規に対して好きになってくださいみたいな必死みたいな感じにはなれなくて、やっぱどうしてもなんか、あ、応援してくれてんのありがとうってこう受け身でしか入れないんだけどさ、なんかそれでも新しくファンになったよって、リカちゃんのこと応援するねこれからって言ってもらえるとすごい嬉しいし、なんかそういうのなくぬるっと応援してくれるようになっている人もいるじゃん、そういうのも、あ、最近この人来てくれるなってすごく嬉しく思うし、でなんか言うタイプの人って去る時も言ってくから嫌なんですよね、私 言わないでほしい、恋に理由って必要ですか？いや、理由はなくていいかもしれないけど、きっかけは必要じゃない？きっかけ。じゃあ急に道端歩いてる人のこと好きにはならないじゃん。例えば顔がいいとか性格がいいとか、きっかけはあるわけじゃん。そこからなんか好きになっていくことに理由は必要ないと思うけど、気になっていて気づいたら好きでしたパターンが多いかな。でもね、気になってる時点でもうね、運命の歯車動いてっから空さ、私の言ってること空さ、空さなんだけど、ドキリとしたのはフリーダームでした
なんだっけそれ。そんなこと言ったっけ私。言ってそうなセリフナンバーワンではあるけど。きっかけはときめしの善悪でした。へえ、そうなんだ。ポーカウントで公開裏垢の話。公開裏垢ってもう半語だからね、意味がわからん。裏じゃないし、もう表だし。それん、劇場だな。運命って間違いなく、うん、聞こえるもんね、歯車動く音。黙るね。ガチャンってこうなんか動き始めたって思うもん。ここがやっぱ中二病たるゆえんだよね。うん、ギシギシとガタンって聞こえる。私ね、でも本気で聞こえた瞬間があったよ。本当に。これはガチ。あれ？運命の歯車動いてんじゃねって思った時、やばい、中二病だなって思ったけど。でも本当に、鳥肌立ったし、やばかったのは、これ言ってるんだけど、前にも言ったことあるんだけど、わかる？私の運命の歯車動いた事件。どこで動いたかわかる？私のこのアイドル人生の中で。NGT に入った時点でもう動いてるんだけど、でも私 NGT 入った時、母上に一番最初に電話かけて言った言葉、なんか受かっちゃいました。えって言われて、なんか受かっちゃったみたいで。言って、なんかもう親御さんとか集まって説明会みたいなの始まってるんで、私ちょっと参加してくるんで、もうちょっと待っててもらっていいですかって。っていうのが最初の会話だったんですけど、その時はまだね、動いてる感じしなかったのよ。うん。そこにいた今も仲良しのずっとフル株でやってくださってるスタッフさんとかも吹き出してたからね、私の電話聞いて。私さ、説明会でみんな親とか集まってさ、みんなさ、その時の支配人の話聞いてるところを抜けて、あ、ちょっと電話してきていいですかって言って、電話して、あ、ママ、受かっちゃって、って言って、でかい、しかも私声でかいからさ、そしてもう横にいたスタッフさんたち、みたいな、吹いてた。受かっちゃってます、私。4回ぐらい言って、ママ理解できないからさ、何？みたいに言ってて。あ、受かっちゃったんですよって言って、なんか「それ私行かなくていいの？」って、親御さんとかもね、いっぱい集まってたから、「それ私行かなくていいの？」って、多分来なきゃいけないと思うんですけど、ちょっともう多分間に合わないと思うんで、私が話聞いときますって言って、入っていったよね、いそいそとその部屋に。なんかみんながバタバタして親とか呼んでる間、私何してたかなって考えたの。でもそしたら虚無で座ってた。受かったな私。思って虚無で座ってたら呼ぶタイミング間違えたんだよね。
うん、みんななんか親と再会して受かったよみたいなのやってる。なんか私、え、待って、呼ばれたよね、間違いとか思っててずっとなんかん？いろいろ考えてたら時間が刻々と過ぎていった。で、何の話してたっけ。あ、そう、運命の歯車が動いた話だよね。キモ、この話始めキモいんだけどあの、運命の歯車が動いた話だよねってキモすぎないキモすぎる話始めて申し訳ないんだけどさ、私がね、なんかガタンって聞こえた瞬間があったんですよどこだと思いますかもう覚えてる、めっちゃ鮮明に。あの時、どの時総選挙婚の鍵穴、え、そう、あの、なんだっけ、横浜の公民館ってなんだっけ、会館みたいなとこでやった決起集会みたいなコンサートがあったんですよ。その新潟の総選挙で漏れちゃった子たちの、あの、決起集会、来年の総選挙に向けてみたいなやつがあったんですけど、お話前もしたんだけど、なんか大体その時注目されてる子が鍵穴とかやったりするじゃないですか、センターとかキャプテンとかで。まあその決起集会は自分がさ、そうなるとはつゆ知らず、急に、え、その時リハしてた内容じゃない、あのマックス時なんですけど、マックス時私普通に自分のポジションで覚えてその決起集会で披露するはずだったんですけど、え、もうほんとその日だと思う、当日になぜかセンターにされて、もう一回いるのにってなるじゃん。で、え、なんでセンターなの私って思ってて、よく分からんけどその日の当日にリハしたんですよ。で覚えて、で、まあ、不思議だなって思いながら、私はリハを抜け出してゆかちゃんとご飯食べに行ってたりしたんだけど、あ、ゆかちゃんだったかな、誰だったか忘れたんだけど、なんか南かなかどっかに、なんか横浜のレンガ倉庫みたいな近くにあって、そのなんかご飯食べに行こうとか言って、なんか中井どこですかみたいな、めっちゃ探されてたらしいんだけど、それ知らなくて普通にご飯食べに行ってて、そしたらそしたらなんか急に私がその会場についてなんかメイク始めようかなって思った瞬間に、なんかマネージャーさんが走ってきて、で、なんかどこ行ってたのみたいななって、それで、え、みたいな、なんか謎に私のことをめっちゃ探してて、それまで気にも留められてなかったのに、私なんてカツメンだったから、だからなんかわかんないけど、なんかなんでこんな探されてたの私ってなって、で、まあ、本番始まってマックス終わって普通に次の出番までてか最後の集合か、最後の全員集まるところまでなんもないなって思って普通に裏に戻ってったら、マネージャーさんがまた走ってきて、中井最後の鍵穴ねって言われて、え、なんでってなって私別に、え、なんかしたっけと思って、すごい、あ、でもその時まだその100位以降の順位を発表されてなかったから、もしかしたらめちゃめちゃいい順位だったのかもと思って嬉しかった。そう、めちゃめちゃいい順位だったのかもと思ってすごいルンルンだったのね。でもそしたら100位から発表されていくじゃん。でも101位とかも全然私じゃないし、なんかあれ？なんで鍵穴なんだろうってずっと思ってたら、なんかその時のハイテンションの選抜の発表があって、
でどんどんさ読み上げられていくのよ、なんとかちゃんなんとかちゃんみたいな。でなんかその演出的に写真があって、なんか会場の中に写真があって、でなんか誰誰誰誰誰誰ってこう発表されていくんだけど、私あの総選挙の、100位以内に漏れた子たちから3人ぐらい入ってて、なんか会場がねその同日に2つの会場でやってて、大きい会場でまず発表されてて中継つないでたので、この映像も大きい会場から日本全体の地図になって、こっちの会場に映るわけよ。映ってきて、えこっちでもいるのみたいになるじゃん。こっちの会場、その選抜総選挙で漏れた子たちの中にも初選抜いるのみたいな盛り上がりを見せるわけ、その客席はね。そしたらなんか階段とかにこう急にエスカレーターが映って、そこに写真があって、誰誰みたいな、誰誰みたいな感じでやってくんだけど、なんかは私いて、えその時にもうえなんでってなって、だって私よりゆかちゃんの方が1個上の順位だったの、その時はね。115位と6位だったかな。でざわざわしてて、もうその時に私はもうハイテンション選抜に選ばれた瞬間にもあ動いた動いたぞっていう、うん、その時でしたね私は。うん、なんかでもほんとそれまでマジかすめんだったの。なんかパーティー公演やってたんだけど、パーティー公演もケツから2番目ぐらいの序列だったしなんかねすごいね干されてた、なんかわかんないけど。でなんかまあ2列目端とか後ろで後ろの端とかをこうさまよってたんですけど、そしたら急にそうなってしまった。スカヒラファイブ、スカヒラファイブだって、だって私さ一番歌割り少ないんだよ。落ちる弾む息落ちる生前両句でしかないんだよ。一人の歌割り、リカちゃんお久しぶりねえ。男と遊びすぎだから、私のこともたまには構ってよ、さっちゃん二頭元気。えでもない、なんかそういう時うわえなんか来てるかもみたいな、なんかビッグウェーブ来るかこれみたいな時ないですか。元気だよ元気なんかい二頭。そうゾーンに入ったみたいな、うこれは俺の時代来るかみたいな時ないの。一生コナミえだってでも人生で一番嬉しかったこと何ですかって言ったらあるでしょ。人生で一番嬉しかったこと、もうこれしか思い浮かばないみたいなことあるでしょ。それだよそれ。3回くらい来て3回くらい落ちてますね。えどういうことあ波からってこと。
リカちゃんに会えたことです。リカちゃんに会った、遠い昔だがあったな。え、今タバコに火つけてる？遠い昔だがあったなってやってる今そういう感じだったよ。なんかあの樽とか転がってるバーみたいなとこで、私の脳内再生それだったんだけど、多分ハマキだなつけるジェットコースター人生なので、でもリカさんに会えたことが最上の、本当？本当に？タルトが転がって、わかるでしょ言いたいこと。ガウン着てる？うん、バーだから着てない。多分ガウン着てる葉巻の人は夜景の見える高いビルの上にいるよね。うん、じゃあ私が言ってんのはちょっとなんかさびれたチョイスされたバーの、タルトが転がってるようなバーでワインとかわーって並んであって「いいじゃんいつもの」ってバーテンダーに言って「かしこまりました」ちょっとよく言って、あの、ウイスキーのロックみたいなやつ、四角いけど、まあ、ルイここいうのがこれぐらいのカップで出てきて、それでこうやってやって、俺にも若い頃あったなってやってるイメージ。カウンター一番奥のもじゃもじゃの人、え、今バーにいる？中継つないでるってこと？バーのケイちゃんさんってことね。はいはい、こちらバーなんですけれども、ちょっとさびれた、あのカウンターの奥にいるもじゃもじゃの人のこと言ってらっしゃいますかねってこと？え、嘘でしょ、リアタイ？まさかの？中継うまくてくさん。それ俺、おらもうすぐもじゃおじ出てきたよ。ねえ。テンションがバーじゃなさすぎる。それではお話を聞いてみましょう。お客さん今日は一人で来られたんですか？あー、どちらから？あ、はるばる。あー、そうですか。あの、若い頃にね、ビッグウェーブがあったなということをね、独り言でかっこよくおっしゃってましたけれども、一体どういうビッグウェーブだったんですか？って。みんな想像が忙しいでしょう。私の脳みそいつもそんな感じなの。ちょっと聞きたい。うますぎない？雰囲気台無しで草。雰囲気台無しで食うさ。そこそこキャリアのあるリポーターやけど、そうだよ。最初はあの報道のフロアにいたけど、やっぱり私ロケに行きたいですって上に掛け合ってロケにいっぱい出してもらえるようになった昔からいる看板アナウンサー。難しい説明。エンドロールの歌詞ねね、私さ、あの AKB さんのさ、元カレがさ、もうエンドロールにしか聞こえないんだけど、エンドロール
んで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 んわだかまりみたいな感じじゃん。それがさ、なんかやっぱどうしてもそっちにしか聞こえない新曲。うん、めっちゃわかる。え、わかるよね。新曲まだ聞いてない。元カレですがさ、エンドロールにしか聞こえない。エンドロール、ドゥ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 ン。わだかまり。テンテンテテテンテテテテテン。テンテンテテテンテテテテテン。だからさ、元カレです歌うとさ、エンドロール歌えなくなるんだよね。エンドロール好き。エンドロール踊ってみたい。ああいうダンスすごい好きです私。今日はねロケしてたんですよ。でも私だけじゃないの。なんと私だけじゃないんです。今日のロケは私だけじゃない。おー言ってもいいやつ、言ってもいいよ。誰だろう。卒業旅行的な、え、全然違う3人でいる。3人、私ともうあと2人。まあロケ自体はあのふわり愛っていう日本海側で放送されてる番組なんですけど、ふわり愛にねちょっとゲストを呼んだんですよ。メンバーですよ。メンバーあとで写真載せるね。じらされてる嫌いじゃないでしょ、じらされるのド M なんだからみんな。
こんばんは。非常に嫌いじゃないです。私の得意技私の得意技なんです。おしめさえいれば誰でもいいね。でもさ、私一人でロケしてる時とメンバーといる時のロケ全然スイッチ違うなって本当思った今日。だからなんかメンバーといる時自分としては楽しいんだろうなとか、なんかちょっと安心感もあるし、なんかすごいなんか なんだろう安心感やばくてなんか私一人で全部やらなくてもいいって思うし、困ったら助け合えばいいし、私も助けるしみたいな、私にできること多分たくさんあるだろうなと思うから、なんかそういうの思うとさ、やっぱメンバーといる時と一人でいる時の私全然違うと思いません？一人でいつも抱えすぎないよな。あれ、落としに来てる私のことは一人で抱えんなって、俺がいるだろって。パー二人目でもね、本当にねそう思うんですよね。なんか、なんかお仕事として、お仕事お仕事しちゃうんです。例えばロケとか、例えば収録とかってファンのみんないないじゃないですか。直接会えてるライブとか劇場公演とかはなんか温度感も伝わるし、いつもの自分というか、もうほぼ素に近い自分でいれるけど、やっぱ仕事って思ってやってるのってすごくあれなの。でもいつもその自分が素を出してる場面でいてくれるメンバーがいることによって、私が仕事仕事せずにできる。でもあまりにもプライベートっぽすぎて、あの、怒られることもあるんだけどでも本当なんかでかいなと思いますね、ファンの人とメンバーの存在は。なんかでもクラクラとかはそれこそ昨日のね MC とかもそうだけど、なんか喋り請負人みたいになるから、私がプロデューサーだし、しっかりしなきゃって思う。反面自分でプロデュースしてるユニットで自分がぐだるわけにいかないから常に気を張ってるし、だからね、普段の公演より曲数多いっていうのもあるけど、気疲れも多いですね。だからすっごい疲れるの、クラクラ公演。
もうだからおつぼねがいかに楽かだよね。もうだってアホみたいな顔したら終わるんだもん。アホみたいな顔してボケ倒したら奈々子が突っ込んでくれて終わっていくから、最高の公演だと思ってる私は、おつぼね公演を。リカちゃんの役割は多すぎ。でもクラクラもなんか例えばユナコがまとめようとしてくれてたりとか、ツグが私のあのしんどそうだなっていうのを感じ取って感じ取るタイプだから、あの子はなんか喋ってくれたりとか、なんかちょっと先輩っぽくしなきゃって思ってくれてたりとか、あとはハルがなんかリカさんに負けないように声出そうとか、歌とかもね、私歌もなの、もうあの子たちさウィスパーボイスなのよ。声量足りないから私がさでかい声で歌うので、私がでかい声で歌ってるから私が間違えたらみんな自信なくなってみんな間違えんの。もう本当に。だからなんか歌詞とかもすごい私が覚えてなきゃって思うし、なんかもうでも歌わないとこう なんて言うんですか私が大きい声で歌わないとなんかちょっとあまり盛り上がりに欠けるというか、感情が歌詞に乗りにくい3人だなと思うから、私結構乗せるタイプじゃないですか。それに関してはチカナとかもそうなの、結構歌詞に感情乗るタイプだけど、私ぐらいだからクラクラはもう本当になんか私が頑張って歌わなきゃって思ってるし、でもなんかはるかがそれに対してリカさんに負けないように私も声出さなきゃって思ってすっごい頑張って歌ってくれてるのは感じてる、めちゃめちゃなんかあ頑張ってくれてるかもって思って聞いてるいつも。なんか本当リハの時とか私の声しか聞こえないんだけど、最近のリハとか、まあ、本番もそうだけど、はるかが頑張って声出してくれてるなっていうのはすごい嬉しくて、なんかだからそれぞれにすごい努力して頑張ろうってしてくれてるのすごい嬉しいから、あのあれなんだけど、でもやっぱしゃべりとかそういう局面で私がねぐだるともう終わりだし、私がしっかりしなきゃっていう気持ちがでかいから、で私も結構さしっかりできるタイプじゃないの。周り見てあもうねってだからなんかその前に立ってやるというよりかは結構なんだろう、うんっていう感じなのよ。だから私が偉そうに言えることでもないんだけど、喋りも歌もダンスもだけど、やっぱり誰よりも秀でてなきゃプロデューサーとしてここに立てないと思ってるから、それはねすごい気を使ってますね。でも3人は多分私の言いたいこととかやりたいこととかすごい汲み取ってくれてるから、なんか逆に3人も3人ですごい気使ってるかもしれないなと思って、私は申し訳ない気持ち。結構敏感に感じ取れる、もう3人ともそうだね、3人とも結構人の気持ちこう読んでるタイプだから、しっかり観察して見てるタイプだから、ツグとかたまにすごいなと思うもん。なんか私が何も言ってないよ、私何も言ってなくて普通にこ
公演元気にやってる時だけど、でも本当はちょっとしんどい、まあ、体調悪かったり病んでたりするから、そういう時に言ってないんだよ誰にも。もう私今病んでるんだよねとかも全然誰にも言ってないのに、つぐがそって横に来てこうやって背中を、リカちゃんは偉いよって、やばくない、あの子天使なのかなって思う。もうほんとたまになんかもう泣きそうになる、つぐの優しさに。私はすごいよね、なんか、え、なんでわかったのって思うぐらい、ありがとうなる本当に。うん、つぐみはねそういう能力に長けてる。つぐもえは本当そういうところありますね、不思議な力。うん、感知タイプ人の闇気感知タイプ。うん、頑張ったねって年下だよめちゃめちゃすごい慰められる時がある。うん、ほんとつぐも言わせとかある。みはるも割とそうかも。みはるもなんか私がしんどい時こうやって見てくれてる多分これ見張りにバレてるなっていう時ある。うん。リカちゃんも感知、私感知できるけど声かけられないから。が今病んでんだろうなって思うけど、その寄り添ってあげるとかまではやっぱできない。それができるかできないかで結構もう人間力ですよね。すごいなって思う。本当尊敬しかない。感知できる。メンバーは多分分かるかな、分かると思う。メンバーもファンも分かる。なんかあんま元気ないなとか。だからそういう人には今日どうしたのってお見送りで聞いたりするし、でもね本当なんかメンバーがいてくれるといてくれないよね全然違うので、すごい心強いです今回は。疲れたとか何も向いてない時に元気っていうだって元気なさそうなんだもん、あからさまに。さっちゃんは割と顔に出るタイプだって、私すぐ見抜くじゃん、男といるでしょとかなんか今日笑顔止まってないなってなるからそれはいないことの方がいいや、私は信じてないで、ね、さっちゃんは家ですっぴんでごめん寝坊したって言ってくる時ぐらいしか一人でいないから、絶対になんか女友達やでほんまにとか言ってるけど、私本当に信じてないから、それだ、そればっかりは私当てたもん、当てたよこの間プリンが、あこれ美里といますねって当てたよそしたら本当に飲んでたの。誰といるかまで当てれるんですごくないだって来るタイミング一緒だったんだもん。
とコメントの温度感、飲んでるなって思ってた。洞察力、いや洞察力はねそんなにすごくない、一言見てない、あんまり興味ないから。だけどなんか勘はよく当たる。なんか今日悪い予感すると思ったら絶対嫌なこと起きる。これはじっちゃんの名にかけてますね。でもねほんとね当たるんです。第六感でも私仏眼めっちゃあるよ、親指にここめっちゃ仏眼なの。見える？見えないね。ここがなんか輪っかみたいにこうなってたら、この第一関節のところ、これがあの目みたいにこうなってたら仏眼って言って、なんかね勘が鋭いらしいです。だからリカ絶対分かる気がする。例えば誰かと付き合った時にこの人浮気してるって2秒で分かる。もう絶対浮気してた、女と言った、女の匂いがする、もう無理だ、はい分かりますって。神秘十字、あ神秘十字ってどこだっけ。めっちゃその線あるんだけど、それなんかここが目みたいになってたらめっちゃ勘鋭いらしいです。でも本当にあると思う、私マジで当たるもん。私も仏眼ある、両手、女の人多いよね、女の人多いんですよ。私もね両手とも仏眼ですね。なんかたまに怖っって思ったのが、なんかこっちの道から帰ったら事故りそうだなって思ったの。こっちの道から帰ったら事故りそうだから、いつもと違う道から帰ろうと思ってタクシーの運転手さんにこっちの道から帰ってくださいって言ったの、わざわざ。そう、遠回りですけどいいですか、で大丈夫ですって言って、なんかわかんないけど変な胸騒ぎがして。そう、でもさそれさ、もしさ当たってたらさ、でもまあいっかって言ってそっちの道から帰って事故ってたりとかしたら怖くない？いや普通に帰れましたけど。能力、いやそれで本当のその近い方の帰り道で事故起きてたら能力者だけど、そこまでは分かんないからあれなんだけど、でもそういうのってさ、たまにさすごい察知する時あってさ、それ当たってたらめっちゃ怖くない？しかもさ、じゃあそこでもしあの理科じゃない人が事故してなかったとして、私がその道を通ったら事故るっていうルートがなんか勘で見えてたとしたらすごくない？怖いよね。なんかそういう嫌な感とかすごい当たるんですよね。どう転んでもそういう感じで信じた方がいい。信じた方がいい。信じた方がいい。まあこれまあいいか、妥協して良かったこと一回もないから。やっぱこうしとけば良かったって後で後悔するんだったら、なんか変な感でも信じた方が絶対いいです。え本当にあるよ、本当にあるから。もう幽霊とか宇宙人とか全部半信半疑だけど、これだけは信じてる私。
石のブレスレットが突然割れたりするのは身代わりになってくれて、え、私さこの前さお気に入りのね、あの絶対割れない、もうほんと絶対割れないんだけど、なんかめっちゃ前のディズニーのガチャガチャで当てたあの可愛いキーホルダーみたいなやつを違うバッグにつけてたの。そしたら急にバカって真っ二つに割れたの。でそれずっとつけてて、ずっとつけてたの、もうどれぐらいかな、ゆかちゃんとディズニー、ゆかにかディズニーやった時に買ってたから 3、4年、真っ二つだよ、そんな割れ方するみたいな、パカッって、しかも断面超綺麗断面萌えって思ったぐらいすごいもう割れちゃって、すぐもう怖いからすぐ捨てたんだけど、割れてるしつけれないし、もうだけどなんか、え、怖っと、なんか私は身代わりになってくれたんかな捨て、うん、だって別になんか誰かからもらったとかだったらすごい捨てるのちょっとためらうけど、自分で可愛いなと思って買って使って3、4年経ってたやつだったから、もうあこれは新しいのにしようってことだと思って、もう縁が切れたと思って買いました。あ、買いました、あの捨てました。だけど怖くない、なんか悪いことから守ってくれたのかもしれない。でもさ、そう、そういうの怖いよ、嫌だ嫌だね、嫌だ嫌だ。左肩重くない？私左肩だけ凝ってるって言われるんですよね、トレーナーさんとかにも。なんでこんな左だけ凝ってんのってすごい言われる。でも私寝方だと思う、絶対に。これは幽霊とかじゃなくて私絶対左下にして寝るんですけど、なんでか知ってる？左下、左側行って左側にあるんです。で私胃が弱くて、あの胃も弱ければ心も弱いし、なんかもう全てが弱いみたいな日弱女なんですけど握力もないし、可愛くぶってるわけじゃないの、こうなりたくてなってるわけでもない、本当に全てが弱い。だからもう本当すぐお腹も壊すしあれなんですけど、なんかあの、いあのね、腸は強いの。でもちょっと分かんない、お腹つ強いのか弱いのかよく分かんないんですけど、でもね、よく壊すんですよ。で、胃は左側にいるから胃を左にして寝るんですよ、よく。だからそうした場合さ、左下になるじゃん、こう。だから左が凝るのかなって思った。腸は強い多分物を消化する力はすごいと思うんだよね。私さ、でもさ、ちょっとぐらい賞味期限切れてるやつだったら大丈夫と思って食べたりするんだけどさなんか本当に強いんです。だから胃強いのか。でもこの間なんか寝てる時によだれが垂れたり、あとお腹満腹になった後すぐ眠たくなったり、全部今のところ当てはまってるんだけど、え、みんなもやって。眠たくなったり、あと緊張するとお腹痛くなったり、なんだっけな、
そういう人って、あと、あとね、あとなんだっけな、あれ、あとなんだっけ、もう一個あったんだけど、なんかそれする人は胃が弱いらしくて胃が弱いらしくて、そういう人はなんかあったかい飲み物、あったかい飲み物をたくさん飲んで胃を満腹にしちゃダメで、8分目でやめる。なんか食べ過ぎると胃が壊れるらしくて、賞味期限無視で好感度増し増しだってさ。じゃあさ、12時になった瞬間食べれませんみたいな、そんなことあるって思うわけだし、あと食品会社はちょっと気を使っていただいてそういう人もいるよみたいな、賞味期限期限では全然グイグイ食べる人いるよみたいな、そういう気も使っていただいて、結構短めに設定してくれてたら嬉しいなみたいな、一応ね。だからだってね、はい無理でーすってなるわけないじゃん賞味期限7日までなので、はい8日になりました無理でーすってなるわけがないじゃん。だから賞味期限無視しちゃう。賞味期限切れる前に食べて、いやこれほんと一人暮らししてたら無理です、無理。一人暮らししてたら食材買って大体一人分の量って売ってないのよ。もう大体2人とか3人4人分、大根にしても大根一つ買ってきたらもう3日は持ちますみたいな大根なわけ。でもさ、じゃあ私東京行ったりします猫いうロケとか来たりします、何日間か家開けるわけですよ。そうなった時に大根どうなりますか、腐りますよね。そんなの無理なのよ。だから火通せばなんかいけると思ってる私はね。それでお腹壊して死ぬほど後悔するまでがセット新潟の選挙の時、食パンの、食パンだっけ、食パンのなんか賞味期限バチクソに切れてたやつを、もうなんか下手したら裏側にカビとか生えてたんじゃないかって心配になったぐらい切れてたやつを食べたんですそしたら総選挙の途中ずっとお腹痛くてもう死ぬって。しかもさ、新潟のさエコスタだったのよ。エコスタでさめっちゃ虫飛んでんので、こっちはライトバチバチに当たってるわけ。でライトに虫がめっちゃたかってて、その虫がいっぱい来るわけよ、私たちにライト当たってるから。もう本当にもうお腹痛いし虫いるし最悪と思って、私顔ずっと死んでたそしたらさ、前にいるさ、みなみはさ、呼ばれるわけ。その間ずっと映ってるの、私の顔が。でもなんか仲間の、なんかランクイン喜べないやつみたいになってて、本当に最悪だった。お腹痛かっただけなのに。うん。それも最悪だったもん。ずっともうなんかカメラ映ってるの気づかなくて。お腹痛い。耐えてたらみなみその前でやったーみたいになってて、でも心ではみなみおめでとうって思ってたよ、思ってたけど死ぬそれどころじゃない私の胃痛がランクインしてる、私の胃痛が今世界ランキング第1位と思ってたもうずっとそう思ってた。おもろいよね私ってそう、違うところで、私の心はエコスタになかったもん。ずっと宙を舞ってた、痛すぎて。賞味期限は守ろういやでもちょっとぐらいだったら大丈夫だよ、私胃は強いと思ってるから。弱いんだけどね本当は。全部当てはまってた、胃が弱い人の特徴みたいな全部当てはまってた。さあ
なんだっけな、ちょもう一回見よう。うるさい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 、あの開けた瞬間 TikTok 開くんでやめてもらっていいですか、すいません。なんだったっけな、情がね弱いらしいです。あと自律神経が私弱いので、自律神経があれな、イカ水朝起きるのが苦手、これ私です。なんか自律神経が胃に来るらしいです。寝てる時に半目だったりよだれを垂らしてる、イカ水朝が苦手、全部当てはまってる。それは HSP な。胃が弱いのつ、うん、しんどいね。え、なんか私緊張っていう緊張あんましないんですよ。これもずっと言うんですけど、なんか緊張してますとか、まあ、いたところで言ったりするよ、言ってみてるだけなんだけど、でもなんかほんと緊張しないの。緊張したい、どうやったら緊張する？緊張全然しないんですけど、なんかだから私がもしなんかすっごいなんか、めっちゃ緊張するみたいなの言ってたら嘘ついてんなと思ってもほしいんだけど、なんか緊張ってどうやったらするのか本当に分からなくて、ドキドキするとかでしょ、 焦りっていうか、なんかこうなんか失敗したらどうしようみたいなことでしょ、マジでなくて。マジでない、マジでないのよ。少なくとも表に出る時はないですね。テレビ出るとか、でもたまになんか胃だけすっごい痛くなる時があって、なんか胃もたれしてるみたいな痛さ、袖にいる時にね、これがプレッシャーかと思う。でも緊張マジでしないですね。キンキンで緊張、あ、私緊張してるかもって思ったの、ほんまでっか TV の時と、あ、事務所で人と喋る時。まあなんか、あ、私緊張してるのかな、緊張っていうか行きたくないなっていう気持ち、このその場にいたくないなっていう気持ち、うん、頭が真っ白になるとかない、頭が真っ白になると思ってるから真っ白になるんだよ、自分で消してるだけだもん、消しゴムで。違うんです、頭が真っ白になったら書けばいいって思ってれば絶対緊張しない、上書きすりゃいいんだから、そんなものは死にはせんと思ってたら絶対緊張しないですよ。あ、私何時から始めたっけ、8時11分、
もうそんなに経ったのか。もうすぐ2時間中井理香著絶対緊張しない方法書いたすぎるだろうえでも絶対緊張しない方法あのもうほんとこれだけ思っとけば緊張しないっていうのがあのまず自分にあのここをやったらご褒美をあげようって例えばなんかこれ頑張れたらこんなに緊張してる自分偉いからこれを頑張れたらご褒美あげようってあのなんか心が楽になるしなんかあと間違えてもほんと失敗間違えたり失敗したりしても死にゃせんって思ったらマジで緊張しない。緊張要因をしめ、あんたそんだけ私のこと押しててまだ緊張すんの私に。意味がわからん。何年会ってんの私に。死ななければよしの考え方、死ななければよしだし、何かあったら死ねばいいと思ってるから。もう無理なら死のって思ってるからもう全然私はマジで緊張しない。なんかね本当にこれはなんかまた違う話になるんですけどもう何回も言います。私は死に対してごめんね考え方の価値観の違いなんだけど私はねそんなに重いものとか嫌なものって考えてないからそんなになんか怖くないんですよ。だからもう本当こう頭おかしいと思われても仕方ないんだけどなんか明日死んでもいいように生きることが緊張しないことの秘訣です。怖くない。じゃあ今の持ってるもの大切なものとかって例えば財産だったり家族恋人友達今自分の持ってるって思えるものって死んだ時何も持っていけないんですよ。借りてるぐらいのテンションじゃんレンタル。だからなんか持っててもしょうがないし守るものがあるとさ生きなきゃってそれほど頑張って生きようとするけど私はなんかそんなねないしどうせ持っていけないからなって思ってるからそこまで執着心がないというか。なんかこれは本当に価値観の違いです。これもう誰とも共感し合えないけどなんかこんなことしても死にゃあせんし何かあったら死ねばいいって私は思ってるからそうなんか本当緊張しないんですよね。たまにそう思うと頑張ってもしょうがないかなって思って。でもさ今そのレンタルしてるとしても今自分がいるところを幸せな環境にしておけばもう明日死んでもいい2秒後死んでもいいって思えるじゃん。だからなんか
それをするためには頑張らなきゃいけないじゃんっていう。私はそう考えるタイプなんです。本当分かってもらえないんですけど、なんか涙出てくるんですけど、だからもう明日死んでもいいように人生を整えておくじゃないけど、なんか1,2,3,4,5で切りよく終わったら嬉しいじゃん。だけど 5.5 とか 5.2 とか、私 A 型だから本当許せないんだけど、そう、なんか中途半端で終わるのが一番嫌で、だから全てやりきっておく、そのためには頑張るってしておけば、もう明日死んでもいいって思えるから、あとなんか完璧、変なところ完璧主義な人は私と一緒で、なんかこれこうだったら嫌だなとかいろいろ考えちゃうかもしれないけど、思ってるほど死んだ後ってもう本当は何も分かんなくなるから、別に心配してたこともどうでもよくなると思うの。だからあの私絶対幽霊にならない自信があるんですけど、この世に未練なさすぎて、だからなんか本当に意外とそれそんなにこだわってても意味ないよって自分で言い聞かせてあげると楽になれますよ。未練なさそう未練なさそうでクーサだよね。やりっぱなしは何もしないより悪いよね。いや、もうなんか自分を許してあげなさい、説法を。もうそんなに頑張らなくても自分を許してあげる。やりっぱなしだとよくないよくないよくないって思ってるからよくないだけで、やりっぱなしでもじゃああと誰か続き書いてくれってやったら、そこに続きがある物語なら誰かが絶対書いてくれるから。だからそのためにそう思って続き書こうって思ってくれる人を作るために今を生きる、頑張る。仏だアイドルの配信。だからこうでなきゃいけない、こうあらなきゃいけないみたいな、まず自分の固定観念を捨てること、これが私が少し精神が大人になれた理由ですね。なんかもうやめたんです、なんかそこにこだわるの。今の今今を生きる。この人何言ってる？カイドくん、カイドくんよろしく。ポエーン。やばい。この人も何言ってる？この二連何言ってるか分かんない。カイドくんよろしく。カイドくんです。ゲセヌ。
まあデフォ。なんかどう説明したらいいのかな。なんか命を軽く見てるとか、なんか「あなたが行きたくない今日は、誰かが行きたくても生きられなかった今日だ」みたいなやつあるじゃん。ああいう話嫌いなんですよね。おめえと私違うしって思う。いやだってそんなのね、仕方ないじゃん、運命上のことなんだから。うん、自分の人生生きてきたのに、なんで人の人生まで背負わなきゃいけないのってなる。周りはそりゃ悲しむかもしれない、私のこと好きでいてくれる人たちは悲しむかもしれないけど、でも私はもうやりたいこと全部やってきたし、叶えたい夢もそこそこ叶ってきたし、だからね、みんなはね、叶えた夢を数えなさすぎるんですよ。なんか叶えたいなとか、これもできないあれもできないって、できないことばっかり数えて、それでなくしたものばっかり数えて生きてるから、辛い苦しい無理ってなるだけであって、その叶えたこと数えてみて、自分でできるようになったことたくさんあるでしょ。だからなんかそういうことだよね。感類。え、そうじゃないですか。だって例えば歩けるようになる、これも一つの人間としてのノルマだし、喋れるようになる、絵を描ける、字を描ける、漢字が書けるようになる、うん、そういう人間としてのスキルから始まって、じゃあ私だったらアイドルになれた、センターにもなれた、友達も増えた、メンバーと仲良くなれた、もう やってきたこと、叶えてきたこと、嬉しかったこといっぱいあるんですよ。でもなんか向上心を上げるとはまた違った、こう自分の責め方をしてる人がいて、あれもできないこれもできない、あの人あれできてるのになんで私はこれできないの、こんなに頑張ってるのにってなっちゃってる人がどんどんこうやってなっていく。だからそういう時は自分ができるようになったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと、叶えてきた夢を数えましょう。これが大事。そうしたらやっぱもう、あ、こんなに叶ってるんだったら私明日死んでもいいやって思える、それぐらいになるまで自分の人生を整えるといった意味で、あの、一生懸命頑張るっていうことですね。はい。カウンセリング。カウンセリングだったのか。でもね、本当にたくさん来てたの。なんかもう、でもさ、本当自分の悩みって人から見たら本当にちっぽけなんだろうなって思うことたくさんだよね。なんか彼氏が連絡返してくれませんとかさ、何叶えたもの、なんてあ、ちょっともう流れちゃった、流れちゃった。
すごい説法聞けてよかった、いい日だねえねえ、説法じゃないんだけど、でもねやっぱりみんな、だから それこれ聞いても、あ、じゃあ明日死んでもいいやって思えない、無理じゃあもうちょっと頑張るしかないね。あとはね、この夢だけ叶えれば俺はもう死ねるっていうのを一個決めて、それに向かって頑張る。そしたらその夢叶ったら、その後はもう隠居ぐらいのテンションでこう自分の人生を自分で見守るみたいな立ち位置に行けるから、私もいつもそう思ってるけど、推しメンのアイドル姿を見終わるまではと思ってますその夢がいっぱいあるんです。だからそれいいことじゃないですか。その分長生きじゃあしてくださいねって感じ。明日死んでもいいやって思える人生がどれだけ幸せかだよね。私は少なくとももう叶えられなかった夢もたくさんあるけど、まあいっかって思えるから多分幸せなんだと思います。だって M ステ出れたんだよ、すごくない？ M ステ出れたし、紅白も出たし、すごいでしょ。だからもう過去の自分が頑張ってきた上でそれが叶ったんだなって最近思えるようになって、そしたらもう隠居した人生隠居した。ただこの余生を送っていく上で、余生送っていく上でちょっとこの人さえいなければ幸せみたいな人がいるから、それだけなくなればもう私はもうハッピーミラクルワンダフルデイズって感じ。M ステ出てた子は5分後ショールームでただいまって配信始めたのすごかったねいやその時はもうどれだけなんか私が M ステとか出れるようになって、すごい自分の夢が叶って、もう自分の夢が叶ってなってファンの人たちがいるからだって思ってたから、私が帰ってくる場所はここだって多分その時も思ってたし、多分ショールームをすることで自分自身がこう地に足つけて安心できたんだと思う。だからやってたんだと思う。だしちょっとさ、なんかまあ私も一般人だったら思うだろうなっていうさ、だから不安な出来事とかあるじゃん。例えばすごいイケメンと共演してるとかさなんかね、そうなった時にさ、なんかもしかしたらこの後裏でみたいな、ちょっと夢に見るじゃん。だけどなんか私はそういうのを不安に思わせたくなかったし、
って言ってた気がする、配信でも。言ってたよね私その時も言ってた気がする、なんかないよそんなことみたいな、ほら見て安心したでしょみたいな話をしてた気がする。言ってた、絶対言ってた気がする。だって5分後にやってんだよやばくないって言って言ってた気がする。ね、目見なくて、いや違う、例えば自分がさアイドルだったら可愛いアイドルとこの後みたいな、ちょっと夢見るじゃん。私も一般人だったらもしかしたら私の推しメンがって思うかもしれないし、それでなんか嫉妬するみたいな、心モヤモヤするみたいな、嫌じゃん。だから私はファンの人たちに、そういう意味だよ、私が夢見てるとかじゃないよ。ティッシュの箱自慢室、え、ティッシュの箱マジで嬉しかった。捨てティッシュ。ショールームを使って変な夢をぶち、いやじゃあ安心してほしいと思ってた普通に。持ってきてよ帰ってきてよ、どんどんにやる人が出てもやっぱりファンのみんなに早く報告したいよってことを分かってほしいって思ってやってた。なんかリカちゃん遠くに行っちゃったとか言われるの悔しすぎて嫌で、私ここにいるのにと思ってなんか性別入って変わってないみたいな言ってくるやついるのマジうざいと思ってたから悔しくてそういう気持ちもあったから配信でも言ってたんだよね。そうやってなんか遠くに行ったとか言われますけど全然いるじゃないですかここにって遠くに行っちゃったとか言いたい、てめえそこで待っとけ、いや踊るからくれのこと言いそうなんだよ。いや言うと思うよ言うと思うし、なんかどこに行くの、行く場所ないけど普通にここ以外って思う。行けない行くとかじゃない、もう行けない、逆にどこに私の居場所があるのって感じ。ショールームは自宅、たまに楽屋。いやほんとそれ、えでもやっぱさ今これ私の中でまっすぐなんだけどさ、左の方が肩落ちてるよね、そして鬼の巻き肩、姿勢正そう、で左をちょい上げだね、怒られたんですよトレーナーさんにも、めっちゃ巻き型だね、猫背ストレートネックだし、でもさ常にこれで歩いてきたらキモくない
これで歩いたらこういうことだよ。よくない？なんかこれぐらいで歩いてる方がさ普通っぽくない？大奥みたい。巻き型、そう巻き型なの私。だんだん、しかもそしたらさ鎖骨がどんどんこうなってきてさ、鎖骨って普通こうなきゃいけないのにこうなってきてさ、肩がこう前に入ってくるから、テーマソング流れてるだだだだだだ、うん、オークってどれだ、それだよね、今風の中のスバルじゃなかった？あれオークってどんなだっけ、鎖骨の斜めよ、やばいよ、鎖骨こうなってた巻き型ですよ、こうなきゃいけない、まっすぐ平行に床と、プロジェクト風の中のスバル、なんとかかんとか銀河、よくられることもなく、キャバスカでもよき、キャバスカなつ、さくらさんとかまでいたな、やば懐かしい、ジュリさんもいたし、木崎ゆりやさんとか、なつやば懐かしい、無駄に似てるよね、無駄にっていうのやめろ、つばめよなんとかかんとか教えてよ、でも疲れる、やっぱこの違いです、皆さん見ましたか今の、これが普通の人なんだよ、やばくない？もうそりゃカバンも落ちてくるわ、普通の人そんなにしてよくない、いやいやいいよ、でさウェーブ、あの骨格ウェーブなんですけど、骨格ウェーブだからただでさえさ肩さこうなってるのにさ巻き肩までになってしまったのも、骨格ウェーブの普通に今デブだからデウェーブだわデーブ、骨格デーブです私、スペクター、お疲れ様です、お疲れ様です、ハンガー入れとかんと、なんかハンガー入れたら治るっていうね、なんか一回何か劇場でさ綾瀬はるかさんのモノマネさやったんだけどさ、見なかった先生ペニシリンでございますってやったんだけどさ、今の聞いてた、あの全然言えないんだよねペニシリンって甘神、見なかった先生ペニシリンでございます、これしかも分かる世代の人全然いなくてすごい恥ずかしめを受けたわ、
はいや朝。朝鬼早です明日も。やった勇気よ。もうね、そうするしかなかったの。遠い目。クラクラの時ほんと褒められてもいいぐらい頑張ってるから、ほんとに。最近私公演、劇場公演とかもすごい頑張ってるなって自分で思う。自分で思うってよっぽどよ。なんか割とさ、なんかいや私はまだ頑張れるみたいな思うタイプだけどさ、いや私頑張ってるな普通にって思うもん。頑張ってるよね。リガちゃんっすよ。は？公園行ってみたい。え、来てください。ぜひ。初めてでも全然楽しめると思いますよ。本当に本当に頑張っておいでです。え、だからそれも見に来てくれる人たちがいてくれるのがすごい、私はもう本当に嬉しい。なんか結構公演数多いじゃん私だし、なんか頻度も結構最近は高いんですよ、公演に出てる。だからなんか通うのとか来るの見るの大変だろうなって思うけど、なんかまあ変わる変わるね、いろんな公演に顔出してくれるファンの人たちがいてくれて、なんかもう、あ、ちゃんと私が頑張れば見てくれる人がいるって思うから頑張れる。昨日は暗く、え、昨日尋常じゃないぐらい初見の人いた。昼も夜も。友達アイドルのコンサート行きたいって言ったら非常公演行こうで、嬉しい。本当に友達かそれな。あなあ、それ本当に友達か。本当に何疑いの目だ。疑ってるのよニート。マブだよ、マブという名の、マブという名のに、マブという名のニート。でも本当に最近かまってくれないさっちゃん、ひどいよ。私寂しいからね普通に。二等ならちゃんと紹介させてください。紹介しに来んのクーサだね。早くしに来て。私言ったよね、私が許した人しか私のファンの女の子の彼氏にはなれないよって。だから一回お目通ししていただかないと、私に。勝手に話進んでんのおかしい話なんですよ。私の面接もなしにさっちゃんを幸せにできるなんて思ってたらとんだ間違いだからなって言っといて。そうだぞプリン。え、
何プリン彼女できたの？やっと？やば、誰にしたの？誰にしたの？ねえ、早く早く言って、私の許可をなく誰と付き合ったのか言って、早く。疑惑の人が多すぎるから、あなたの場合伝えとくね伝えるな絶対にその後冗談冗談って言っといて申し訳ないからにしておく。いやもうプリンさんともなればもう誰にしようかもんですよ。かー、これだから嫌だよね、ほんと。絶対現場ついてきてくれるからいける。おっとっと、どこの現場だ？私はまだ見てないぞ。おっとっと、おっと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 おっとっと、どこの現場だそれ。現場といえどいろいろあるよね。現場っていうのは、現場、どこの現場だ？男子も彼女できておめどりするべき、当たり前だろ、何言ってんのマジでまず私というものがありながら女を作った事実に対して謝っていただかないことには私の気持ちは晴れませんから、お分かり。NGT をついてきてって常々言ってる。本当に？それね、私が納得したらいいよ。全然。私が、ああこの人だったらいいよって納得できる相手だったら別にいいけど。私に見せもしないし納得もしてない状態で誰かとお付き合いをしている、はたまた婚約をなさってらっしゃる、はたまたご結婚なさってらっしゃるというのはちょっと私には理解できない。でプリンは誰なの？誰にしたの？プリンはリカちゃん一押しです。さっきだって垂れ込まれてたよ。現場の写真送ってください、ぜひ。はい、状況証拠が揃えば私としてもすごくありがたい。 DM に送りましたえ、見たい悪魔の微笑み
送ってる？まだ届いてないかも。早く見たいんだけど。早く見たい。あれれ。早く見たい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 。浴衣似合います。ほんと今日浴衣なんだよね。このショールーム取り調べ室送ったけどな、なんかね電波弱いみたい。ここショールームは問題なく見えてるよね。まだ来てないようです。まだかな、まだかな。ぐぬぬ電波パケットがあれになったのかな。いろんな意味で頑張る電波お前絶対頑張るって思ってねえだろ拡散するよ私その写真。いい？いいよね、いいよね。だってリカ聞いてないもん本人たちから何の言い訳も。こんま拡散そうだよ拡散するからね。うん、まだ送られてこないわ。ちょっと待ちましょう。ちなみに私も自主提出しました。お前何してんのマジで止められるとかはとだってそっち側のあれに干渉しないといけないから無理でしょ。私が見る前に消せば止めたってことになるけど、一緒にログインしてるからねスタッフも。だけど止めるっていう概念がまずないと思うよインスタには。ただスタッフも見るよスタッフも見る、うん、それだけはちょっと。うん、それはそれはって何。はい、そんなこんなでね。どんなこんなで、じゃあ明日までに届いてたら明日のショールームで爆さらし会やりますありがとう見てくれて。7位がノブさん、6位が金賞さん、5位がステラさん、4位が川柳さん、3位がビスコさん、2位が堀向さん、1位がフォッカーさんです。ありがとうございます。でランキングサインまだなんですけど、もうちょっとだけ待っててください。なんか
まだ書いてないね私。あのなんか絵描くさところバグっててさ、なんかペンがかいつもの白いペンにならなくて、ちょっと待っててください。はい、ありがとう、見てくれて。おやすみなさいませ、皆様。まだ終わらないまだ終わらない、まだ終わらない、全然終わりのボタンが出てこない。ダメだ、全然出てこない。ちょっと待って、ね、こっちでやめようかな、ちょっと見えなくなりますよ。バイバーイ。